皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは占い営業ということをお話ししたいと思います。この話はまあ折に触れて何回かお話をしてるんですけれども、皆さんの営業というイメージは、まあ、グイグイゴリゴリみたいなね、押し売りっていうのを営業というふうに勘違いしている方が多いんですけれども、営業っていうのは、まあ、プロポーズ、要は提案っていう言葉で表されるように、まあ、その人にとって一番いいものを提案してあげるっていうのが営業と私は思っているんですね。だから嫌がられるどころか、むしろ聞きたいと言ってもらってぜひお願いしますって言われるのがある意味本来であればですよ。だって提案してあげてるわけで、それが業務改善なのか何かいいことのために提案をする、だから歓迎されるべきものでお願いしますと言われて喋るぐらいの勢いのものなんじゃないのかなっていうふうにね思ってるんですよ。それがだからその後お仕事が決まる決まらないっていうのは別としてですね。だからとても営業っていう仕事はクリエイティブでそしてクオリティが高い仕事だと思っているので、例えば皆さんがねちょっと嫌って思ってるところ、例えば新聞の勧誘とかね、あれは営業ではない、私の感覚では営業ではないですね。ただ入ってください入ってくださいっていうだけのことじゃないですか。だからクオリティとしてきちんと相手のことと事情と状況を合わせて考えて提案をするっていう、それが営業だと思っているので、占い営業っていうのが、まあ、基本本来は当たり前だと思ってて、売るのではなくて見せるだけっていうふうに思ってるんですね、私は。だからこれとこれとこれとこう言って、あなたに合うのはおそらくこれだと思いますみたいな、そういう提案をするっていうだけのことで選ぶのはお客様だと思っています。だからこの考え方に立つと、断られるというか、その提案がずれてれば当然断られるわけで、あ、そっか、これじゃなかったんだ、じゃあこういう方法どうですかっていう切り返しができて、コミュニケーションができればまた次があるかもしれないし、まあ、そもそも人間性が嫌いですって言われちゃってればそれで終わりなんですけどね。だからコミュニケーションする叩き台を作ってるぐらいに思う分には営業ってそんなに辛くないわけで、断られると心がね、萎えるとかへこたれるとかっていう方もいるんですけれども、まあ心底調べ上げて絶対に喜ぶだろうっていう提案書を作っててね、全く的外れだったらさすがに私だって落ち込みますけど、まあまあそういうことはまずなかったですね。その、ね、熱意と熱情に対してやっぱ皆さん心を動かしてもらえるっていうところがあるので、まあ、そこから先話が進むのが割と普通だったりするんですよね。で今営業の話でね言ってますけれども、なんか教室の部分でいうと体験会あたりが、まあ、そういう形になるわけなんですけれども、まあ体験会ってことは本当のコースがあるわけですよね。でそれに対して、次回からいかがなさいますかっていうのが聞けない、ないしは、断られるのが怖いとか傷つくとかっていうのはナンセンスだと思ってます。無意味、ですよね。だって、ある意味断られて当然っていうところからスタートして、自分が相手のことをきちんと理解するか、体験会において相手がものすごく満足してれば単に断られるっていうことで終わるはずがないんですよね。提案したことにどうですかって言ったら、あ、日付が合わないです、じゃあ日付を合わせればいいじゃないですかってことになるし、まあね、予算がないですとかって、まあ、そもそも予算がないっていう状態の、ね、人を集めちゃったっていう集客に対して本当は問題があるんですけれども、例えば分割払いとか違う払い方ってどうにか、ね、できないのかとかね、そういうのも本来は考えられるので、これを聞かずして例えば返してしまった後に、まあ、メールをしますとか言うんですけど、いや、メールするんだったらその場で聞いといた方がいいんじゃないかって思うんですよね。だって本来は体験会っていうのはお試しなわけですから、来る
かもしれないから見とこうかなっていう人が多い。だから冷やかしの人が来るのも知ってますよっていうことは、冷やかしの人が来ないように体験会の文章を書くべきなんですよね。ちなみに私のパンの時の体験会っていうのは、基本的にコースがそのままウェブから一発で入ってくるので、あまりやれないっていうか、コマが取れないんです。それでも体験会でどうしてもっていうことで一回やっぱ試してから入りたいっていう方の体験会を引き受けてやることとかあったんですけど、まあ、その時は決まる確率ほぼ 90% 以上、97% とかね、それくらいの感じで決まってました。だからそこで満足をしてもらえるように講座が組めるかどうか、その本人が望んでることは何なのかっていうのを講座中にも把握しながら、組み替えていくことができるのであれば、成約率は上がっていくなっていうふうに思うんですね。だから営業を売ることと思ってる人はその手前の努力が足りてないと思うんですよね。ただ見せるだけ、こうですよねっていうのを見せてどうしますかなだけだから、聞いてるだけになりますので、傷つきようが本来はないです。だからそこの勘違いをちょっと、もしも思っている方はですね、ハードルが高いことでも何でもないし、断られることで別に人格否定されているわけではありませんしね、落ち込むっていうのは人格否定されているように勘違いしちゃうから落ち込むのであって、別にそんなつもりはさらさらないというか、そもそもお客様に対する提案がずれてたんじゃないかっていうことを考えるべき内容なので、反省はしても落ち込む必要はないっていう、そのあたりですね。感情で動いちゃうとそこがちょっとごちゃ混ぜになってしまうので、どちらかっていうと押し売りではなく、ただ提案してみるだけというふうに思うとね、だいぶそのあたりをお話ししていくの楽になるんじゃないかなと思いますので、ご参考まで。それでは。